今回は三笘批判、子供とのタッチをスルー、叩かれるブライトン三笘のファンの反応集を紹介します。それではどうぞ。これで炎上するのはさすがに面白すぎるでしょ。三笘子供たちにハイタッチ、片方の手が塞がってて、ユナイテッドの子供にはハイタッチができなかった模様。今三笘さんが炎上気味だけど、これで炎上するのはどうかと思うけど、子供に夢を与えるのもプロの仕事やと思う。ユナイテッド側のエスコートキッズたちも三笘のこと好きなことかおったかもしれんし、その上で無視とか辛いよ、敵にハイタッチなんてとか言ってる人は趣旨が違う。競う相手は子供じゃないよ。むしろ荷物で塞がった左手にできる精一杯にして唯一の必殺技、指を開くをやってる分いい人。しかも指がビンビンになって限界まで開いてる。もし彼がカッパだったなら水かきに亀裂が走り、当分の間水中での生活は困難になっていたことだろう。これはヒーローをヒーローたらしめる自己犠牲の精神ですらあると僕の目には映るが、どうだろう。三笘信者に意識しすぎでは？笑み。この試合前にユナイテッドのユニ来た子供にハイタッチできてなかったことに一部のユナサポがいろいろツイートしてたけど、三笘に新規のファンがついただけでそんな余裕なくなるもんか？笑み。試合終わった後は赤のユニ来て逆になってからみんなそんなに怒らないであげて。彼は良い男だ。三笘のことどうしても叩きたくてアラを探しに探しまくった結果がこの動画は草。炎上させるにはあまりにも弱すぎる火種。したら称賛されるけど、しなくて叩くようなもんでもないな。最後にあなたの反応も教えてくださいね。チャンネル登録もお願いします。